草加さんの縁でこの実はこの本をこう出すことになったんですよ。はい、はい、大相撲土俵裏、はい、土俵まあ表も裏も書いてますけどね、うん、まあまあだからまあこれ永久保存版なんでね、まあこれをまあ見てくれてやっぱこういろいろだから YouTube で出てないようなこともあるんで、これ見て結構こう相撲ファンとか相撲ファンじゃない人も楽しんでもらえればなと思って、うん、親方これ買った人がお店に持ってきたら、うん、で親方いたらサインしてくれますか？サインしますよそれも、ね、当たり前にサインするし、なんかこれね抽選でこんなとこに手形をしても面白いんじゃないかこんな手形入んねえだろうって言うからはみ出し手形みたいなはみ出し手形新しいですね、本当にはみ出してこうやってはみ出し手形で、うんうん、でも多分いいと思いますよ。そういうファンの人が何かしらこう焼肉以外で何かこう親方と接点を持てるものっていうのはあんまり、うんうん、今時ないじゃないですか、うん、そうですね、こういう時代ですから、まあ、どうしても映像とか、うん、そういうのでしかないので、うん、記念になるのよ。でも俺もこの前なんかこういう相撲の本を何冊かもらったんですよ。こうやって相撲の、はい、うん、本をこうやってもう自分で買ったりもするんだけど、こうやってこんな感じで、うん、あれこれでも大体ルポライターの人とか、うん、あのそういう作家の人が書いてるのも多くて、うん、ご本人がっていうのはあんまりないんですかね。これだから伊丹さんとかこうこのなんていうの大鳴門親方とか、うん、こう書いたやつを代筆して書いてるみたいな、そういうのが多いかもしれないですね。うん、ここに親方の本が並ぶわけですからね。そう、中本ってあのその八百長を仕切ってる人を中本って言うんだけど、中本って言っても一般の人は中本って何これと思うよね。うん、相当えぐって書いてるんですかこの中本は。いやこれだって嘘書いてないから俺の名前も出てる、ね、あ、うん、相撲本って出てる、意外にあるんだと思いました、はい、うんうん、あと、千里の自伝みたいなのとか、うんうんうん、高菜の自伝とかね、はい、これは佐々木道夫さんっていって山口組の幹部だよね、うん、幹部の人が書いた。へー、佐々木道夫さんってあの徳之島っていうところに出身で、はい、朝潮さんと遠い親戚になるとか、うん、だからあの高砂部を応援してて、なるほど、それの話が出て、今時絶対できない本ですよね。すごい、すごいですよね。そうです、だからその当時のだからこう相撲界の実態みたいなのを書いてたりとか、でこれ関取になれなかった歴史とか、うんうんうん、そういった本と比べると今回の親方の内容は自分的にはどんな感じで、なんか違いがあるんですか。だから恨みつま、つらみじゃなくて、だってまあまあちょっとありますよ、それはクビになったところのつらみもあるけど、うん、恨みはあるだろうけど、それよりもなんか自分がこう小学校の時に好きで求めてきたものってあるじゃないですか、うん、それもクビになってすぐだったら焼きとばってクビになったやつが偉そうに言ってんだって言われるのがあるから、まあ10年を置いてで自分の思いをこう、うん、発信すると、うん、読んでて伝わってきたのは相撲業界に対する愛でしたけどね、僕は、うん、そうですね、うん、本当に相撲っていうこう相撲っていうのその競技団体が1個しかないんで、それをやっぱうまく使うか使わないかは協会のトップのさじ加減次第なんですよ。そこをうまくこう使えるようになれば最高に面白いと思うし、もっとね野球の選手とか今何十億円ももらってるじゃないですか。でも相撲も当時昭和のどうだ大鵬方が横綱上がりたてのぐらいの時かな、だから「もう長嶋ってどれぐらいもらってんの?」とか言って「いやこれぐらいです」って言ったら大鵬方「あそんなもんか?」とか言ってたぐらいの給料自体は少ないけどその他のバックが相当あったの。夢のある業界であってほしいっていうのがあるんですよね。そうそうそう、それがだからその相撲協会がもっとだから自分たちのことしか考えないで、やってなければ将来のことを考えてやってるような偉い理事長とかがもしいれば野球の人口以上になってたかもしれない。うん、今また日本が海外に向けて何かコンテンツを発信するとしたら、うん、分かりやすく日本ですよね、相撲っていうのは、うん、あの日本を代表する競技であり文化であり伝統であり芸能であり全部入ってるじゃないですか。そういう意味ではこれからプッシュできる分野のはずなんですよね。プッシュできる要素だけ、要素なんだから、もうそういうズルはやめようよみたいな、それを表に出すときにやっぱり夢のあるような給料もらって、まあ練習は確かにきついと、それはしょうがないじゃないですか。それはそこまで言われたらもうそれ相撲っていう競技自体がなくなるだろうから、じゃなくて
そこはまあまあその競技としてやっぱ厳しいのはしょうがないよと、上を突き進んだらこれぐらいいいことがあるんだよっていうことをやっぱ分からせて、でみんなにこうその練習を苦しませて、うん、そういうふうな流れになったら最高にいいでしょうね。そうですね。あのまた選手というか力士として参入してくる人の幅もできれば広がってほしいなっていうのは思います。もし横綱の給料が10億円もらえるような時代になったとしたら、うん、そしたら今の総合格闘技やってる目指してる人間、うん、あと柔道やってる人間、ラグビーやってる人間、ね、ほとんど相撲協会来ますよ。そうですね。先に来て、そこからふるいにかけられて、うん、それで柔道行ったりとか、うん、ラグビー行ったりとか、そういう時代になってくれば、最高に面白いけどですね。うん、そうですね。裾野が広がっていくっていうことがね、いいと思います。特にさっきも言いましたけど、やっぱりこう、日本独自のもう文化であり、うん、芸能であり、スポーツであり、もう全部詰まってるから、うん、本来そういう流れがあってしかるべきなんだと思うんです、うん、でも今ちょっとね、それが停滞してたり、うまく回ってないところもあるから、うまく回ってないね、うん、回ってないってことはやっぱりもうトップはもっと公にして、うん、もっとクリーンにして、もっと頭柔らかくしてやっていけばいいと思うんですよね、うん、YouTube 自体もそういう意図で始められて、でまあ、それをまとめたのがこれっていうことだと思うんで、うん、ね、なんか親方が発信始めてから、うん、なんか変わったとかっていうようなのとかってありますか？共感も敏感だから、うん、それできることはやっぱやるように努力してるんじゃないですか、うん、やっぱまあ見られてるとか発信されるって意識があるだけで、うん、やっぱりまあ事情作用働く、うん、そうそう、千秋楽の割り返しもその14日目終わった時点で割り返しするようになったりとかね、うんうんうん、だから7勝7敗をできるだけ当てて、そこにそういう八百長をなくすようにっていうような形にもなったし、あとはここですよね、まあ、この総再生回数親方のも1億回いってるじゃないですか、1億回、うん、つまりその見てる側もまあ教育されたというか、うん、親方の YouTube で勉強したと思うんですよ。1億回って結構大きいわけよ。まあ、大きいですよ。1億ってなかなか。いかないです。まあ、親方が吸ったお金よりは少ないですけど。そうだよね。これ、自分の吸った額よりも、こう、多くなるように努力しない。いや、そうですよ。それがね。うん、でも1億回再生されてるってことは、それだけの人が、それだけの回数見てるってことですから、そう思うと、なんか相撲に対する見方っていうものも、うん、だから、草の根的に変えてるんじゃないか、まあ、変えるというか、影響を与えてるのは間違いないと思います。もう完璧にもうこんなことがあったら見ないとかいう人間もいれば、なんかやっぱりちょっともう一回こう見てみようかなと思う人間とか、いろんな人間が増えたんで、やっぱりそういう発信していくってことはもしかしたら大事かもしれないですね、うん、大事だと思います。特に語れる要素っていうのが増えてくるといいと思ってるんですよ、うん、大相撲って過去何回もあるじゃないですか、うん、スキャンダル、トラブル、でもその度にまた人気戻ってくるじゃないですか、うんうん、その時ってそのスキャンダルも含めてのこう語れる要素っていうのがやっぱりその土俵や土俵以外のところも含めてですけど、あるからみんなファンって生まれるともついてくるし、新しい人たちを見るし、あのあとなんて言えばいいかな、普通に見たら楽しいんですよ、ね、うん、なんやかんや言いつつ、夕方なんか見るもんねえな、あ、相撲中継やってるって見始めるとやっぱ見ちゃうじゃないですか、うん、だからその理屈じゃない面白さっていうのはあるんですよ。やっぱ体のでかい人たちが全力でぶつかるって、うんうん、これ以上のエンターテインメント実はあんまないというか、うん、もう本当に単純に面白いので、そこにやっぱりこう解説じゃないですけど、親方がいろんな形で意見入れてくれるから、それであこう見ればいいんだ、こういう風に見る見方があるんだっていう風に、うん、まあ見る側がね、うん、親方の YouTube で教育してもらった感じはねちょっとありますね、うん、それはありがたいですね。やっぱもう周りの人もね、若鷹と一緒に住んでとかね、でそこには若鷹がいて、初代ね、うちの師匠がいてみたいな、もうそれはもうだって教会をこう屋台骨を背負ってきた人じゃないですか、うんうん、その中でまあまあ勉強させてもらったりとか、ましてやだからまあ前の嫁の旦那は巨人大砲、卵焼きの大砲じゃないですか、そういうとこもこう勉強させてもらったりとか、語ったら語りきれないようなことは、だから他のお相撲さん、他の親方衆じゃできないことをやっぱ勉強させてもらってるっていうのは大きいかなと思います。そうですね、やっぱ一番僕が説得力あるなと思っているのは、決して綺麗な体じゃないところですよね。なんていうか、その自分も土にまみれたというか、地に落ちたりとかして、でそこからまた今度実業家としてちゃんと成功されているところとか、そういうのも含めて説得力があるんですよ。他の
方が語るのと違って、うん、まあ、綺麗事だけじゃないってことだよね。そうですね、地獄見てるじゃないですか、うん、正直、うん、どういう笑顔ですか丸山さんほどではないみたいなそれでも本当説得力あると思ってますよ、いつも。はい、面白いなと思って YouTube 面白いし、でもこの本自体がだから、うん、YouTube でね、あのアーカイブ探すの大変な人はこれ見て、うん、あのチェックするといい。あと、まあ、YouTube の中をそのままやると、あの訴訟に発展しただろうがいくつかあったんで、はいはい、そういうのは落とした分、うん、YouTube に入ってないものもあの追加取材でいっぱい入ってますんで、うんうん、あのこのチャンネル好きな方はあのぜひ見ていただけると、うん、親方のより面白い話がいっぱい詰まってると思います、ね、だからどうしようか、これあのうちで注文したらもう手形つけて出すと。あ、どういう形なる。いや、だからさ、こうやってさ、うん、じゃあこれね、じゃあここにさ、こうやってこう、うちのだから、その YouTube で買ってくれた人にはこういう風な形で、こう、はみ出し手形、うん、はみ出し手形で、こういいですよね、もうなんかスワーズとかなんかできるかな、名前付きで、はい、名前付きで、かこれ、だって、あのこれくださいとか言ったら名前付きで住所送られてくるわけでしょ。そうですね、名前付きだから、それもちょっとうちで、そんな軽々しく言って1000枚とか来たら俺辛いねあの僕思うんですけど、手形の方がいいですよ、うん、あのサイン書くとめちゃめちゃ疲れます確かに手形のよくありますよね、あの、はい、関取がこうやってボン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 やってるやつが。いや、あるんですか、ちゃんと専用のやつが。いや、あるよ、ある、作ればいいことだから。だからそれはあるんだけど、まあまあそれも含めてちょっとなんかこう、はい、うん、ちょっと考えましょう。そういう方はお店でも買える感じにはなりますかね。お店で、だってお店で売るよ。そしたらそこでサインとかね、うんうん、もうメニューの中で、うん、あの書籍セットであの頼むとお肉と一緒に出てくる毎日クイーンっていらないよとか言ってサービスだったらいいけどとか言ってね、うん、あと各種あのイベントとかでもね、もしかしたらあの親方持ってかれるかもしれ、持ってって売るかもしれませんし、そうですね、はい、まあ、それもちょっと考えましょう、はい、ね、またじゃあ売り方とか決まったらね、あの告知いただければ、はいはい、じゃあよろしくお願いします。今日はありがとうございました。